狼ゲーム続きからやっていきますよ。死亡してます二人。次の日進みます。次の日どんな展開だったかな。お、真っ暗、怖。それから数時間後特に何も起きてはいない。ここに来てからまともに寝ていないせいか急激な眠気が襲ってきた。俺は周囲を警戒しながら少し眠ることにした。あ、過去の記憶。また転校するの？もう僕友達とお別れするの嫌だよ。パパのお仕事だからしょうがないでしょ。そんな。それでは転校生を紹介します。どうもはじめまして。皆さん仲良くしてくださいね。はーい。それでは1時間目は理科室に移動してくださいね。理科室ってどこだろう。お、ともや。僕が案内してあげるよ。一緒に行こう。ありがとう。は、今のは夢か。小学生の頃転校した日の記憶、俺がよく見る夢だ。俺はいつまであのことを引きずっているんだ。それにしても今は何時頃だろうか。静かで物音すらしない。他のみんなも寝静まっているようだ。そんな時、最悪なことに尿意がこみ上げてきた。尿意！テンション上がるところじゃない。俺は物音を立てないようにトイレに行くことにした。でもトイレしてたら物音が立っちゃったりしてな。しょうもないこと言ってるね、俺。俺は周囲を警戒しつつ廊下に出た。ん？なんだ、あれは。お、怖い。暗い廊下の先にかすかな人影が見える。まさか、あれは、狼？どうやら向こうを向いていて、こちらには気づいていない。どうしよう、ここは一旦逃げるか。しかし、誰が狼なのか確認さえできれば、次の狼裁判で確実に狼を処刑することができる。俺は狼を追跡することにした。勇気ある。狼はゆっくりと音を立てないように廊下を歩いている。薄暗くてよく見えないが、左手に何か凶器のようなものを持っているようだ。おお、音鳴ってるよ。その時足音の床がきしむ音がした。狼はその音を聞いて歩くのを止めた。うっ、怖え、超怖え。やばい。あ、うわ、覚えてねえ。これなんだっけ、どっちだっけ。覚えてない。あ、ちょ、違う、あ、柱だった気がしたけど、まあいいか。俺はとっさに廊下の棚の後ろに隠れた。大丈夫？ゆっくりと狼がこちらに近づいてくる。やばい、バレてるのか。どう？しばらくすると狼の足音が止まった。怖い怖い。よし、なんとかやり過ごせたか。怖いー、足が見えてるぞ。わあ、もう、頭隠して尻隠さず状態。え？あーい、雪なりー。次の瞬間、鈍い音とともに頭に激痛が走った。あたりには血が広がっていた。俺はそのまま床に崩れ落ちて意識を失った。そうだよな、最初の狼ゲームって結構こういうバッドエンドがいっぱいあったからな。それが楽しかったよな。アナザー減っちゃったもんね、バッドエンドが。そこがな、やっぱちょっと残念だったね。今思い返すとね。よし、じゃあ今続きやっていこう。ここはスキップしていいか。で、柱！はい。前回は一撃で行ったんだけどな。前回っていうか、一番初めてやった時は一発クリアしたんだよ、これ。俺はとっさに廊下の柱ってなんや。廊下の柱の後ろに潜んだ。もうグダグダ。俺は必死に息を殺し、気配を消した。よかった。どうやら狼にはバレていないようだ。狼は再び暗い廊下を歩き出した。危なかったな。もう引き返した方がいいか。あ、いや、ここまで来たなら、このまま。俺は狼の尾行を再開した。お、すると突然狼の歩くスピードが速くなり、廊下の角を曲がった。まずその後追いかけて角を曲がった。もう怖いよね、これ、出会い頭にこれは。角を曲がってすぐのところに狼がこちらを見て立っていた。やばい、逃げるしかない。俺は全速力で暗い廊下を走った。どこかの部屋に逃げ込まないと。早くしないと。このままじゃ殺される。と、あ、キッチン！これは覚えてる、しっかり。トイレで上から覗かれたの今でも覚えてる。俺はキッチンに逃げ込んだ。どこか隠れるところはないか。ちょ待って、ここ！ここよ、ここ。俺はなんとかキッチンの棚の中に隠れた。来とるー。やばい、狼がキッチンに入ってきた。やばい、こっちに来る。お、お。どうやら手前の棚を開けて、俺を探しているようだ。来とるよ。少しずつ足音がこちらに近づいてくる。やばい、どうする。このままじゃ殺される。お、いる。その足音は俺が隠れている棚の前で止まった。やばい、見つかる。これは大声を上げる。
でも左の方が正解な気もするけどな。飛び出して逃げた方がワンチャンありそうだよね。ふわはぁ、俺が大声を上げると狼は他の人に見つかるのを恐れたのか逃げていった。利口な狼だな。危なかった。俺はなんとか殺されずに済んだ。俺はその後一睡もせずに狼を警戒し続けた。数時間後、徐々に全員が起き始め騒がしくなってきた。俺はリビングに行くことにした。みんなおはよう。ああおはよう。ウィース。おはよう。元気そう、凛太郎。みんなの様子を見るとまだ殺人は起きていないのか。そう思った瞬間だった。悲鳴が聞こえた。向かわねば。キャーハ。突然悲鳴が聞こえた。誰か殺されたのかな。テンション高め。上の階から聞こえたよね。俺たちは上の階へと急いだ。あれ、ひどい。また美咲ちゃん発見者だもんな。第一、そこには俳優の拓也さんの死体が転がっていた。むごいよなこの死体。今度は拓也さんか。しかもこの殺し方、顔は原型をとどめていませんね。これは鈍器のようなもので殴られたのか。おやおや、殺人が起きたんですか。しらじらしいな、メリー。それでは今から12時間後に狼裁判を開廷します。それでは皆さん裁判でお会いしましょう。またあの裁判をやらないといけないんだね。おそらく昨日俺を追いかけてきた狼がやったんだろう。ということは俺がああなっていたかもしれないのか。ゾッとするね。そう思うと背筋がゾクッとした。そういえばあの狼がつけていた仮面どこかで見たな。まずは昨日見た狼について調べてみよう。オッケー、任せて。探索パート、まずはちえちゃんに話しかけようぜ。ちえちゃん、ちえちゃん、なんでそんなところにいるのさ。ちえちゃん、はい。また人が死んでしまいましたね。彼の魂をしっかり成仏させてあげないと。彼の魂がこの世をさまよってしまうわ。いい人、ほんといい人。ゲス顔してるコウ君のとこに会いに行く。りっちゃんもなんかやってるし。と思ったらなんか特に話してる感じではなかった。じゃあリビング行ってお面だけチェックしとこう。ほら、ここにお面があるよ。あのお面は、やっぱりあれだ。昨日の夜、俺を襲った狼がつけていたものだ。手に取りたいが、あれじゃ高くて届かないな。これなんとなく覚えてるよ。倉庫になかったっけ。あ、ちえちゃんが来てる。もう一回話しかけよう。う、また人が死んでしまいました。次は私の番かも。そんなことないよ。とりあえず落ち着かなくちゃ。ありがとう。それじゃあいつものおまじないで心を落ち着かせるわ。それとちえさんは一心不乱に紙に何かを書き始めた。あ、ICBGM が流れてる。何を書いているんだろう。あまりにも必死で近寄りがたいな。これ以上話しかけるのはやめておこう。はーい。で、これ、脚立があった。これで高いところに手が届きそうだ。あの、何？何ですか？私が今書いてたもの、見えてないですよね。ポエムだ。社長直伝のポエムだ。あー、いや、特には見てないですけど。そうですか。よかった。は、私の勘違いみたいなので、気にしないでください。わかりました。一体何のことだ？チエさんはさっと何か紙のようなものを箱に隠した。もうこれ超見たい。よほど見られたくないものが入っているのだろう。とにかく、今はそんなこと気にしてる場合じゃないな。まずは昨日の狼のお面のことを調べるのが先だな。はい、じゃあ調べに行こう。クローズ。お面、お面、お面。はい、来たよ。脚立を使って。よし、取れた。やっぱりこのお面、昨日俺を襲ってきた狼が使っていたものだ。べっとりついてる血が。ん？裏に少し血がついてる。ということは、拓也さんを殺した時も、狼はこのお面をつけていたということか。しかし、これだけでは誰が狼かは特定できないな。他にもっと、狼が特定できるような情報がないか、探してみるか。しかし、どこから探せばいいのだろう。まあ、まずは拓也さんの体からチェックじゃない？ボディーチェック！ここ。竹尾、服がおかしいんじゃない？しかし、ひどい殺し方だな。竹尾さん、ずっとここにいますけど、死体の近くにいるの嫌じゃないんですか？ああ、仕事から慣れているからな。死体もそんなに珍しいものじゃないんだ。警察って大変なんだな。ただ、ここまで激しく殴られた死体は珍しいが。そうなんですね。恨みもないのに、ここまで激しく顔を殴るなんてこと、あるのだろうか。お、ここら辺でもうちょっと雪なり、感づいてるんだね。あ、どうした？いえ、なんでもないです。なんだか竹雄さんの見た目に違和感がある気がする。気のせいか。俺最初気づかなかったかな。一応これ、竹谷さんの遺体だ。ひどい状態だな。狼の野郎も何もここまでしなくても。そうですね。ん？あ、どうかしたか？
何か右手の下に落ちている気が。あれはスマホ？ん？本当だ。殴られた顔の方ばかりに目がいって気がつかなかったな。あれ？このスマホ画面が割れてる。きっと犯人から襲われた衝撃で画面が割れたんじゃないか。なるほど。あれ？ここおかしくないですか？あ？どこだ？ここです。血が飛んだっていうより血のついた指で画面をなぞったような跡が。ということは傷を負ってからスマホを操作したのか？そうかもしれません。だとしたらスマホの中に何か手がかりになるものが残っているかもしれません。なるほど。しかしスマホに鍵がかかっているようだな。ああ、ユミカちゃんが映ってる。ちょっと髪型が違う気がする。待ち受け画面は女性とのツーショットか。おそらく彼女さんでしょうね。ああ、さすがにパスワードがわからないのなら中を見ることはできないか。そうですね。パスワードがわかればいいんですが。何か拓也さんのパスワードがわかるような情報はないかな。OK、行こうか。でもなんか俺の記憶が正しければ1224とかそういう単純なやつだった気がするんだけど、どうでしょうか。はい、汚い、ずるいですね、これは。完全にヒント見に行かなかった記憶頼りの、なんだっけ、問題回答でしたね。許してください。拓也さんの彼女との記念日、12月24日。つまり、1224がパスワードだったんだ。可愛いとこあるような、拓也。パスワード設定が。さて、スマホの中を覗いてみるか。へへへ。スマホのパスワードを解くとカメラアプリが立ち上がっていた。ということは、写真を撮ったということか。写真の一覧を見てみるか。これは、狼の写真、でっかい。もうドンキがでっかい。狼のお面が写っている。俺を襲ってきたやつと同じだ。やっぱりあいつが狼で、拓也さんを殺したんだ。凶器が分かれば、重要な証拠になりそうなんだけど。写真には、凶器がぼんやりとしか写っていなくて、よくわからない。凶器は、結構大きいのか？細くはなさそうか。いや、これじゃ凶器が何なのか全然わからないな。でもこれはかなり重要な手がかりなんじゃないか。証拠としてしっかり取っておこう。とりあえず遺体からはもうわかることはなさそうだな。他の部屋で気になるものがないか探してみるか。こう優秀だね、これ。優秀な雪成くんだね。次もしっかり覚えてますよ。みんな覚えてる？俺はもう散々やったからもう頭に叩き込まれてるよ。もうこれ怪しいよね。この水槽、いつの間にライトが消えたんだ？うちが見たときは、すでにライトが消えてて、なんでやろう？ふむ、水槽のライトが割れているみたいだね。なるほど、どうしてそんなことに？誰かが何かしたということやろか。それはわからない。でも何か狼につながる証拠があるかもしれない。水槽の中をよく見てみたいが、暗くてよく見えないな。どうにかして、水槽の中を確かめることができないかな。これ難しかった。これマジ全然わかんなかったもんね、最初。ちぃちゃん見よう。何もなかった。3階。教室。これ一発で気づく人いたらすごいよね。もうちゃんと探索してる人。もう推理ゲー最強の人、そういう人は。この部屋にも水槽がある。あ、このライト。これならあの植物室の水槽にも使えそうだな。外して持っていこう。はい、外した。で、植物室に戻ります。帰ってきたよ。はい。持ってきたライトを水槽に取り付けた。ありがとう。よし、これで電気がついたね。あれ？岩の一部に魚が集まってる？なんだろう？岩を取り出して見てみるか。おお、勇気あるよね、これ。俺は水槽の中に直接手を入れた。うわ、危ない！なんだこの凶暴な魚は。あ、気ぃつけや。うちもさっき気づいたんやけど、ここの水槽の魚、全部ピラニアちゃんやねん。ピラニアちゃんっていうね、ちゃん付けしてるあたり、美咲ちゃんも可愛い。マジか。早く行ってくれ。ピラニアちゃんは肉食やから、君の指に反応したんやね。怖ー。でもなんであそこだけあんな集まるんやろね。何かあるのかな。ピラニアちゃんの注意を引けたら何集まっているのか見られるかも。どうにかできないか、うち何か探してみるよ。キッチンだ、キッチン。キッチンに行こう。俺も探してみようかな。お、進んだね。キッチン、キッチン、キッチン。はい、行った。一人でやってるね。ほら、こんなの見つけたね。鶏肉？そう、これであのピラニアちゃんたちをおびき寄せよう作戦よ。いいね。はい、じゃあ切るからお皿持ってきて。うん。料理よくするのかな。すごくテキパキとした包丁さばきだ。はい、できたね。じゃあうち先に水槽戻ってるからな。めっちゃ張り切ってる。君も早う来てな。早足に、足早に、足早に美咲さんは水槽に向かった。すごくいい子だよな。好きになった。正直タイプ？この状況において美咲さんは俺の癒しかもしれない。正直タイプだもんな、ゆきなりは。
で、これで植物室の、これ。早速鶏肉を水槽に入れてみよう。すっげえほがらかな笑顔なんだけど。はよはよ、鶏肉早速入れてよ。もうどんだけ入れたいの。よし、じゃあ入れるよ。俺は鶏肉を岩から遠い方へ投げ込んだ。するとピアニアたちは鶏肉の方へ吸い寄せられるかのように移動した。血がついた岩があるよ。よし、ピラニアで隠れていた岩のところが見えてきたぞ。ん？なんか岩のところ、不自然に赤くなってる。なんだろう。ほんまや、なんやろか。なんだろう、まさか。血とか。え、嘘、そんなまさか。そうだよね、あれが血なわけないよね。あの謎の赤いシミはなんだろう。狼と関係あるのだろうか。もう血でいいだろ、もうそれ。雪なりが、お前本当にもう。本当雪なりなんだから。あ、オカミ裁判開始だ。早いね。じゃあ、ここは、ここで一旦終わろうかな。うん。それでは、シアンでした。またね。